桜の季節がもう間もなくやってきます。こちらは去年の映像なんですが、この地方の桜の名所といえば鶴舞公園です。はい、実はですね、先ほど中継に出ている中川アナウンサーがすでに開花した桜を見つけたということなんです。中川さん、見たい見たい。はい、こちら鶴舞公園です。手元の温度計見ますと 17.6 度、ちょっと日差しが当たるところに置いていたので普通より高く出てると思うんですが、今日雲一つなくてですね、本当に日差しの暖かさ感じられます。まさにお花見日和と言っていいんじゃないでしょうか。そしてこちらの桜の木を見ますと、ただですね、まだまだつぼみ、しかも青々としていまして、咲くのはまだ先になりそうかなという感じなんです。ただただですよ、公園の入り口の方に花がいくつか咲いてる桜見つけたんです。こちらです。はい、これどこに咲いてるか分かりますかね皆さん。どこどこよ。これ、あ、これは白っぽく、あ、そうなんですよ。これ数えると、1、2、3、4、5、6輪咲いているんですよ。っていうことはですよ、これキャッチ的には、桜鶴舞公園開花したと言ってもいいんじゃないでしょうか。これいいよね。でもなんか不自然だな。石橋さんが言ってます。いいよ、これ本物。さあ皆さん、鶴舞公園情報です。桜咲きました。おー、お花見の皆さんですね、この喜び、大喜びです。まあ、でもですね、正式な発表としましては、名古屋地方気象台の標本木が5、6輪咲いた時に開花ということになっています。予想としましてはですね、3月の24日に開花、そして満開が4月の2日ということです。今日のお昼過ぎの時点で標本木まだ一つも花咲いていないということだったので、まだまだ先になりそうかなという感じです。ただ一足早いお花見楽しんでる方大勢いらっしゃいます。ちょっとお話を聞いてみます。すごいますね。こんにちは。体を込み出す。今日はどういった集まりですか。これは高校の同級生じゃないな、高校の集まりです。高校の集まり、はい、ちょっとまだお花あんまり咲いてないんですけど、お花見どうですか。まあ楽しいから ね、いいよね。楽しい。皆さん楽しいですか。めっちゃ楽しい。楽しいですか。はい、まあ、花は咲いていなくとも笑顔は満開ということです。鶴舞公園はですね、今桜祭りというものが行われていまして、例年より今年は早咲きを警戒して例年より1週間早いスタートになったんです。この一足早いお花見と桜楽しんでいる方、昨日も大勢いらっしゃったんですよ。いつ開花発表があるのでしょうか。日本の春を彩る桜、昨日の鶴舞公園、桜の木は花を咲かせる気配はありません。それでも公園内ではビニールシートを広げる人の姿が、まさに花より団子状態。今日友達と花見しようとしたんですけど、桜が一個もなくて咲いてなかっただけど、予定合う日がここだったんで今日しかなくて、美しい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 、とっても美しい桜咲いてないですけど、ああ確かに、だけど美しいまあお酒飲めそう、お酒飲めればいい当初開花予想が早かったため、例年より1週間前倒して開催された鶴舞公園の桜祭り。訪れた人の中には桜は咲いていなくても並んだキッチンカーのグルメを楽しむ人も多くいました。まあ、1週間早かったんですけど、寒い割には結構お客さんも来ていただいて、はい、盛り上がってると思いますね。日が暮れたら桜の木のライトアップ、花のない夜桜、ね、また幻想的でしょうか。早く満開の桜が見たいところですが、街の人にいつ桜が咲くイメージか聞いてみると、小学校の母親に連れて行かれた時の入学式の時のに覚えてます。
ぱ入学式らへんですかね。息子さんの世代で考えると入園式卒園式。ああ入園式はもう散ってましたね。桜ですか。桜はやっぱりイメージは卒業式かなっていう気がしますけど、自分が子供の頃だよね、うん、そうよ。私はもうなんか入学ぐらいのイメージだね、うん、私が若い入学式よりちょっと前卒業式より後、うん、桜といえば卒業式です。あ31年前の4月5日当時の入学式の映像には満開の桜が。桜咲いたら1年生という人も多いのでは。ありましたねそういう歌が。4月のイメージ。しかし桜の開花日の推移を見ると記録の残っている1953年以降開花時期は徐々に早まり、最近は卒業式に桜が咲いているという年が多くなってきました。専門家は将来卒業式にすら桜が見られないかもと予想。日本の春の風物詩桜は今後どうなるのでしょうか。桜が咲く時期っていうと、ちい先生いつぐらいに桜咲くなっていうイメージあります？自分のイメージだとやっぱり入園式とか入学式なんですけど、でも自分自身が保育士として働き出してからはもう確かに卒園式ばっかり。最近で言うと、はい、恩田さんはちなみに桜というとやっぱり入学式 で子どもたちだから、娘は20年前に入学式の時には桜の元でやっぱり写真撮れたので、はい、ずっとそうであってほしいという思いがあります。だから年代によっても桜が咲く時期の実感というのは違うと思うんですが、実際のところを見てみますとやっぱり開花は早くなっている。これ見てみますと2000年を最後に、これ開花のグラフなんですけれども、2000年最後に4月より前に桜が咲いたことはないんですよ。3月に桜が咲いている、開花がどんどん早まっているという状況なんですが、ちなみにじゃあ去年のことを皆さんに思い出していただきたい。知ってますか皆さん、覚えてます？去年ね、はい、去年全国で最も早く桜が開花した地域、そうで沖縄を除いて桜が最も早く開花した場所を事前に皆さんにフリップに書いていただいたので、はい、ね、見せてください、はい、よーいどん、はい、じゃん、はい、はい、バラバラ、バラバラですよ。本田さんは、私ね関東だった記憶があるんですよ。ほうほう、となると千葉が暖かいかなと思って調子だったんじゃないかなと思うんですが、あれ横でしまったという顔をしているのは竹原先生。おなんかね、それ聞いた気がするんですよね。九州ではない。先生は九州、僕はなあの長崎にね、対馬海流団地があるのでこっちかなと思ったんですけど、なんか悔しいな。まだ答えじゃないですよ、T 先生は。僕はもう女さんと同じで関東だった気がするんですよね。で関東の僕なんかね、ど真ん中だったイメージがあって、そこから大阪、名古屋って開花していったような記憶があります。すごい、東京ですね。千代田区なのかどうかはちょっと定かじゃないんですが、正解は実はこちら、はい、やっぱ皆さん去年のことを覚えてらっしゃるんですね。東京ですね。東京3月14日。じゃあ標本木がある靖国神社、そう靖国神社のところの標本木が開花、千代田区じゃない、千代田区ですね。じゃあ大正解。何くれるんですかこれ。何もないです。何もないんですけれども、よく覚えてましたね。ちなみに東京も早かったんですけれども、名古屋も早くて3月17日、だから今年よりも、ね、早かったんです ね、はい、で都市部が早く咲いたということなんですけれども、はい、三重大学の大学院立花教授に話を聞きました。都市部は温暖化に加えてヒートアイランド現象も加わって気温が高くなりやすかったために開花も早くなっているのではと分析しているんです。しかも今後についても聞きました。こちら、今後もっともっと温暖化が進んだらということで、温暖化の影響で開花時期はさらに早まり、今は卒業式頃に桜咲いていましたが、将来的には葉桜、卒業式の頃にはもう葉桜が定番になるんじゃないかと話していました。でも新芽な感じでいいじゃないですか。あ、新芽、ね、あの緑のフレッシュな感じ、ね、これから大きくなりますよみたいな。あ、竹原さん、卒業式将来的にもっとこう葉桜かもっていう話はいかがですか。いやでも例えばね、他にも四季桜ですかね、うん、
遅くなった作家もあるし、まあ、そういうのちょっとあの文化変わっていくかもしれませんね、うん、イメージがね、うん、まあ、いずれにしても私たち小さい頃には桜前線なんて言ってましたけれども、ね、桜の開花楽しみにする気持ちは変わらないと思うので、多分きっと毎年ウキウキしますよね。はい、でさあ、この後は気になるのが名古屋ではいつ咲くかですね。先ほど中川さんは3月24日っていうウェザーニュースがあったんですよ、はい、今日カメラで気象台のですね、標本木写真撮ってきました、はい、桜今こんな感じなんです。おこれ、あ、これは石橋さんが撮った写真ですか？あ、違います、カメラさん、あ、そうなんですね、撮りに行ってくれたのね、はい、行ってもらって写真撮っていただきましたと、あの花びらはまあ咲いてはいないんですが、色づいてる、はい、先端が結構ピンクかかっているんですね。でこの後桜の軸が出て花びらが出るんです。で過去だいたいこっからだいたい3日から4日ぐらいかかるんですよ多分。なので僕の予想は週明けの月火かかなって僕は思っています、はい、なので間もなくといった感じですね。ちなみにウェザーニューズ、先ほど中川アナウンサー言ったように名古屋は一応24日ですけど、週末ちょっと雨が降るので僕はもうちょっと25、26かなと見ています。ちなみに岐阜は24日、津は26日、じゃあ満開は、開花が5、6輪ですので満開は4月上旬です。となると入学式、入学式はね、まだ花びらあると思います。写真撮れる、なので桜吹雪の中の入学式かもしれませんね。まもなく桜の春は近づいてますよ皆さん。